はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ピーマンです。というわけで今回からですね、スタープレイヤー3年目突入でございます。今回から3年目の実況をやっていきたいと思いますので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。2年目はね、スタメン定着、レギュラー定着はねできませんでしたが、3年目こそはやっていきたいと思いますよ。まずは2年目の成績の方を見ていきましょう。ピーマン開幕は1軍でございます。2年目の成績はこのようになりました。というわけで140試合にね代打代走で出場してね、打率は3割5分2厘、打席は、打数は199ですね。安打も70本、本塁打1本、打点26、得点40、盗塁16とね、なかなか良かったんじゃないでしょうか。得点圏打率はちょっと低めですが、長打率、出塁率もありますしね。OK。この調子でね、2年目、3年目も頑張っていきたいと思います。開幕戦はヤクルト戦でございます。代打での出場ですが、ボコボコに打っていきましょう。まあ僕は何度も言いましたがね、この選手をスタメンで使わないっていうのはおかしいと思いますがね。まあまあまあ、3年目はもうね、3年目はもう、スタメン定着目指してやっていきますよ。絶対にね、なる。そもそもどうやったらなれるんだ、これは。何をしたらなれるんだろうね。パワプロ君だとなんか競い合いみたいなミッション出て、それ勝つとスタメン定着になるんだけど、プロスピはよくわかんない。なんでかなれない。なんでこれ。教えて。誰か教えて、偉い人。OK、まあいいでしょう。開幕戦でございますよ。さあ、ピーマン出番はあるでしょうか。6回、7回くらいに代打で出されると思うので、チームは1点取りましたね。1対0。おお、1点取られました。3対1。逆転。いいですね。ピーマン、ワンアウトランナー、ノーアウトランナーな、1塁の状態から来ました。さあ、3年目初の打席。打っていきましょう。先頭バッターは一郎。オーケー、まずは1本目、ヒットをね。相手は小川、球数は100球超えてますね。低めできた。ここは踏ん張りたい。3対1。ノー！あ、くそ！あー、もうやっちまった。やっちまった、もうこれやっちまった。完全にもう見失ってた。うわぁ、このピンチ打て、チャンス打てませんでした、ピーマン。ワンアウトランナーなし、1打席目は空振り三振。やっちまったな。オッケー、カーペンター。調子は絶好調だね。どうだ、抜けた、ナイス！オッケー、2打席目、今季初のヒット、打てましたね。ナイス、ナイス、オッケー、ナイス、ピーマン。いいね。ちょっと1打席目は空振り三振と情けなかったですが、そして初盗塁決めようか。の危ない。さあ、カーペンターちょっと球速いかな。球速いからね。153、まずいな。なかなか難しいよ。OK。グリーンライター出てますが。まだ。OK。まだいかない。の、どうだ。いいね。打球は伸びて。入りましたね。ホームラン、ツーランホームラン。ちょっと盗塁したかったんですがね。ナイス。ピーマン4点目の得点踏むことができましたね。オーケー、3打席目来た。ナイス。ノーアウトランナー1、3塁。ここはね、打点を上げないと。1打点ね。犠牲フライ、1点。ノーアウトですからね。江村。オーケー。まずは見送ります。ワンボール。ナイス、ナイス、ナイス。おー、ファール、よかった、よかった。ナイス。うわ、やっちまった。三振ダメよ。三振ダメよ。オーケー、ナイス。犠牲フライかな。オーケー。オーケー、今季初の、打点を上げることができました。ちょっと追い込まれてまずかったかね。変化球にね、タイミングが合い、犠牲フライになり、1点取れました。今季初の犠牲フライ、そして今季初の打点、そして今季初のヒット。いいとこだらけですね。いいですね。開幕から3打席ありましたからね。OK。今回はなかなか良かったんじゃないでしょうか、というわけで。良かった良かった。これはね、かなり収穫がありましたよ。気持ちいいね。やっぱ打てるって気持ちいいね。打てるってなんて気持ちいいんだ。おいえ。かなり気持ちいいよ、これ。
うん、今日あなた2打数1安打1儀比1打点1三振。そうなんだよね、三振もあったんだよ、初めて尽くしだった。まあいいでしょうその点は。うん、お、いいですね、順位上がりましたね。しかし下がった、なぜだなぜだ。うーん、 OK OK、 順位上がりまくりですね、下がったり上がったり。さて開幕戦、まずは横浜勝つことができましたよ。うん、奇跡的にね、奇跡的。 OK、 2戦目でございます、打っていきましょう。盗塁もねやっていきたいなと思いますので、今季初の盗塁、ここ今年はね盗塁を取りたいね。ちょっと盗塁には自信があるんだピーマン。うん、頼んますよ。というわけでカモン、素早く行こう、素早く行こう。もうこの画面いらないよ、何度も言ってるけどこの画面いらないよ。早く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 行こう。長いんだ、早くしろ。俺のボルテージをどうするつもりだお前。よく晴れた天気になりました。神宮球場からお伝えしてまいります。お、1打席に来ましたね、ワンアウトランナーなし、行きましょう。さーて、チームは4対0と勝ってますよ。このチャンス打っていきましょう。チャンスじゃないよ、全然チャンスではないからね。あー、ストライクか、マジ今のボールでしょ審判。 OK、 ナイス、カーブにうまくタイミングを合わせましたね。 OK、 今季2本目のヒットでございますよ。うん、いいですね。さあ盗塁もしていこうか。グリーンライト出てるね、これは行ってもいいよってことだからね。いきなり牽制、OK、一塁はセーフ。ただちょっと待とうかの、危ない危ない危ない、牽制。初球空振りです。ノーン、ツーストライク、行こう、次行こう。ノーボール、ツーストライクです。 OK、 行こう、ノーン、打ってくるか、ゲッチュ、行こう、どうだ、セーフ。 OK、 今季初の盗塁を上げることができましたよ。ナイスナイスナイス。 OK、 サインも成功ですね。この球は外れています。ワンヒットでワンヒットでワンヒットで1点入りますから、ピーマン足早いですからね。インサイド落ちました。 OK、 うん、ファーボールですか。ノン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 、ゼイで今日打ってるね、ゼイ今日打ちまくりね。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。ちょっとこれ以上は離されないようにしたいですね。おー、そうですね。さあここは打つんだ、ゼイ素早く打つんだ。外わずかに外れた。ノー、いいね、ファール、ファール打ちすぎじゃない、ファール打ちすぎじゃないかな。変化球、2-2、 OK、 どうだ、ナイス、 OK OK OK、 ナイス。はい、ピーマン5点目の得点を踏みました。というわけでピーマン塁に出ればほとんどね入ってますね、ナイス。うん、あー、ピーマン変えられましたね。チーム8対3と勝ってます。チーム1打、ピーマンは1打席のみでしたが、1打数1安打1盗塁というね、そして1得点、褒めるとこだらけ、ありがとうございますよ。いいねいいね、開幕からなかなか活躍してるじゃないかな。気持ちいい、やっぱヒットって気持ちいい、盗塁も気持ちいいね、気持ちいいとこだらけだ。行っちゃうよ行っちゃうよ、申し訳ない、下ネタはやめておきましょう。さてカモン、うん、いいね、ポイントも入る、かなりポイントが溜まってますね。いやいやいや、もうこれスタメンで使っていいでしょ、開幕めちゃくちゃ調子いいじゃん、調子いいじゃん、なんで使わないの、おかしいよね、ベンチで待てじゃないんだよ、バカかお前は、使え今すぐ使え今使え今すぐ使って今使え、ノン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 、なぜ使わないんだ、お願いだ監督使ってくれ、
もうね、もう、2年目はね、わかるよ。2年目はそう、まあそういうこともあるわな。しかしだな、もう3年目だ、ここまで打ってる選手を使わないっていうのはちょっと頭おかしいんじゃないか。申し訳ない。監督に暴言は吐きたくないんだけどね。正直ね、俺を使うともうリーグ優勝間違いないよ。うん。使うとね。うん。いつかリーグ優勝は間違いないと思うんだけどね。お願いします。お願小い雨がしぱまらつす。く神宮球場です。OK、3回次、戦目でございますね。さて、チューマー1対0と負けてますね。接戦ですね。1対1。今、8回に来ましたよ。うん。8番さーて、までずはチャンスをベイス作っターていズきまのしょう。攻撃、ノーアウト、ラン一ナー度なゲーし。ムさて、昨日のカゲーモン。ムではヒットを放っています。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですようん。ね。そうですね、8回の表。ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ノー、いい球、球威のない、いい球なんだけどね。やっぱ低めっちゅうのは反応できないね。オッケー。ボールになりました。ツーワン。もうファーボールでもいいですからね。ファーボールでもいいんだ。全然問題ない。うわ、変化う球、わ、タイミング合いませうん。わ、ツーボール、ツーマストライジクとなっていか。ます。ミートはぴったし。タイミング。タイミング。ノー。オッケー。オッケー、初オッ球ケー、オッケー、フルカウント。3ボール、ナツーイストライク。ス。いいね、ピーマン。粘るね。こっからだよ。多分ストライク。もちろんストライク入れてくる。打ちました。ああ、怪我し3球た。目、痛1点い怪我に入りました。した。ピーマンを抑えてワンノアウト。ー。おー、オーマイガー。ピーマンチャンス作ることはできませんでした。お、来ましたね、2打席目。オーケー、延長ですよ。ここがチャンスを作って逆転してね。今チームは1対1。オーケー、打っていきさあ、マましウンドょう。に上がったのは石山。先ほどはちょっさあ、とフライでしたが同ね。点での登板、ナイこス、れはナイス。まあそうですお、ね、どう流考えし打てち、も綺麗な流同点し打なんでちしょうだっね。ともかくここたはしんっかでりすが、正面。あ、チーム1点取りましたね。1点取られた。お、2対2、ワンアウトランナー1塁、ピンはちょっと2打席ヒット打ててませんから、ここで打っ打順ていはきま逆しに返ょう。って、先ワほンどアウトね、ランいいナー打が球出であまったんす。だけどね。オッケー、ナイこれはス。4こ球こね、目、まずワはンボール。進塁だ。ゲッツーはダメよ。1ピーマン、つはゲッツーは空振ダりされメ。ました。オッケー、低いいめ、これね、は外れスリーた。ボール。ボールが一3つ球にちょっなとり見まようす。か。一球ちょっと見よう。見るわけねえだろ、バカたれ。の、これが掴んで、ツーアウト。ツーアウトランマナージ一っす塁となか。ります。いや、ピーマン3打数ノーヒット。勝敗はこのおー、いやね、引き分けとなってしまいましまあた。1打席以外は全ていい当たりではあったんですけど、レフトに飛んだ打球、ライトに飛んだ打球、いいところではあったんだけどね。ああ、まあ正面という、ああ、もうなんだこれ。今ものすごく悔しい、気持ちが悪い、吐きそう。ノー、ピーマン3打席打てず。まあいい打球は打ったんだけどね。ノーン、順位が下がっていく、やめてくれ。おかしいよ、3打席ちょっと打たないだけで順位下がるとか舐めてるね。あー、打てませんでした。ノーヒットですね。オッケー、阪神戦でございますね。次は阪神戦。もう相手が誰だろうと関係ないんだ。僕にとって何の問題でもない。相手が誰だろうと打つべし、打つのみ。オッケー、行きましょう。もう簡単なお仕事、打つだけの簡単なお仕事だからね。打って打ちまくりましょう。うん。さあ、カモン、素早く行こう。素早く行こう。このロード画面必要ないよ。必要ないよ。素早くね。素早く行きましょう。ちょっと先ほど納得のいかない結果になりましたね。あれではダメなんだよね。あれではレジェンドは遠いんだ。あれではまだ、まだまだ。本当に長いね。本当に長いね。素早く釣ってんならお願いしま照す明よ。に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。オッケー。来ましたね。チームは2対0と負けてます。ピーマン、ここからチャンスを作ってやっていきましょう。今日はコントロールに苦戦している感じです。
さあて来い、絶対に打ってやるぞ、絶対に打ってやるぞ。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。サウスポーか、ピーマン対左得意だから ね、 そうですね、対左打率は高いよ。左なの対左得意っていうね。ボールいいね、審判ナイスだ。あれたまにストライク言う審判おるからね、それが腹立つんだけどね。ナイスナイスナイス、あどうだ、抜けるか、ナイス、スリーベー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 ス、いけるか、ノー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 、いけるね、ナイス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 、来たこれ、来たこれ、ナイス、フォー。申し訳ない、テンションが高くなってしまった。プロ初の三塁打ですね。いいですね。なかなか打てないからね。やっぱ自分で走塁してた方がいいね。カキンと打った。これが抜けたんだ。抜けた。おうおうおう。おっちゃうよ。もうこの時点で二塁おるからね、俺。もう二塁おるからね。三塁行っちゃうよ。行っちゃっていいかな。そして、セーフ。いいね、余裕のセーブだ。 OK ナイス、ピンは一人でチャンスを作りました。これも犠牲フライで1点ですからね。の OK 1点入りましたね。ナイス、うん、さてまたまたチャンスを作っていきましょう。ピーマン行くぞ、やるったらやるぞ。2対2、さてここでピーマンがね1本打てば逆転の、抜けるか、抜けた、違う違うんだ、俺が思い描いてた未来とは違う。なぜだなぜだ、ちょっとね頭の中のビジョンではまあ、サヨナラホームランが打ったんだけどね。サヨナラではない、逆転ホームラン。まあいいでしょう。3打席目来ましたね。チームは3対3と同点でございます。ノーアウトランナーなし、国家チャンスを作っていきましょう。逆転できると信じてね。福原、調子は絶不調。これちょっと狙いに行ってもいいかもね。フォーク。絶不調ですかね。球威のない球が多くなってくると思うのでね。OK。なんとか繋いで1点。さよならに期待したいですね。そうですね。オッケー。ツーボール。この打席です。あもう何やってんの、何やってんの俺。オッケーオッケーオッケー。スリーボールいいね。ナイスナイスナイス。ここからね。もうなもう残念で。もう悔しい。ただただ悔しい。鼻から牛乳を。おうちま、逆転負け。ピーマン3打数1安打、今季初のね、プロ初のスリーベースを打ったわけなんですが、2打席とも打てず。いや、最後の三振はね、ボール球なんだ。あのね、追い込まれると打っちゃうんだ。追い込まれるとプレッシャーかかっちゃうんだ。おほほ、お前が、お前が、やっちまった。はい、ピーマン打てます。3打数1安打でしたね。いや悔しいね。おいいね、なんかついたか、パワーが1上がった、1上がっちゃいました。おーやいらないんだよな、パワー1いらないんだよね。ピーマンねパワーつけないで、まあね足の速い選手を作っていきたいと思いますので、 OK やっていきましょう。阪神戦でございますよ、引き続きね。いやいや、もう三振がちょっと多いね。4試合で2三振か。これではダメなんだ。これではダメなんだ。待ってくれ。待ってくれ。これではね。OK、行きましょう。阪神戦。先ほどは3打数1安打。何度も言いますが、今季初のね、プロ初のスリーベース打つことができましたから。まぐれ。まぐれだよ。まぐれだけど打てたからね。もう、打てたものは仕方ない。OK、打てたんだから仕方がない。うん、さて打っていきましょう。ナイトゲームの横浜スタジアムです。ホームランも欲しいよね、ホームランも欲しいよね。こうなってきたら、こうなってきたらホームランも欲しくなってくるからね。チームは2点取りましたね。3対1接戦でございますね。 OK ピーマン6回に来ましたね。チームは6対3と勝ってます。
が十分逆転可能な点差なので、ピーマン打ってねチャンスを作っていきましょう。今リリーフカーに乗ってピッチャー変わりましたね。一郎入ります、うん、さあマウンドを任されたのはさーて打っていこう。今シーズン2試合目の登板です。うわっいい球、いい球だよね今、まあ、絶好球とも言っていい球、ね、しかしちょっと、まあ、高め来るかなと思ってたんでね。打ちました。いや投げやんだから俺には親からもらった足がある。アウト、ワンアウト。嘘、なんで理解できないね。なんで同点されましたね。チームは7対7でまた同点。ピーマン8回の裏、ワンアウトランナーなしの状況から来ましたね。打っていきましょう。ちょっと1打席目はヒット打てず。もう危ねえな。どこ投げてんだお前、お前どこ投げてんだ、許さねえぞ。あーうまく決まった、うまく決まった、無理だ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。7対7。あー打ち上げちゃった。ちょっとミートずれてたね。ちょっと、根元の方に行っちゃったからね。チームはサヨナラ勝ちでしたが、ピーマン2打数0安打、これではダメだ。いやいやいや、サヨナラ勝ちしても俺が打ってないんだから嬉しくないよね、嬉しくないよね。正直横浜が勝とうか負けようが俺には興味のないことだが、打てませんでしたね。ちょっとダメなんだよ俺、なんでこんな時に打てないんだ。神はいるのか、神はいるのかな。 OK、 オーマイガー、また順位が下がった、上がったり下がったり、忙しいね。たった1回打たないだけでね下がるんだからバカだよね。オッケー、じゃあ今回最後にしていきたいと思います。阪神の3戦目でございますね。打っていきましょう。ホームランもね、ホームランもヒットも打っていきましょう。ちょっとここ打ててないですからね、数試合。まあ打ってますがね、打ってますが打ってませんから、ピーマン的には打ってない判定ですからね。おーいや、行きましょう。いやいや、いい球、いいところに来てんだけどね、それをね、打ててない印象なんで、それさえ打てたらピーマン今季スタメンもできると思うんですがね、定着も。大事なとこで打たないと。大事なとこで打たないとダメなんだ。OK。素早くしよう。いいんだ、もう。こんな情報どっちでもいいんだ。横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。うん、さて来るか。うわー、チームはいきなり7点、9点、9対2。あー、これ1打席のみっぽいね、9対4。打って打って打ちまくる。ピーマンダイソーですね。なぜだ。ダイソーで来ましたね。打席ではなくダイソー。チームは9対4と勝ってますね。ランナー1塁1アウト。盗塁のサインは出てないね。危ない。一塁牽制球、一塁はセーフ。打ちました。これはどうか。セカンド取る。オッケー。ああミスった、ミスった、ミスった。おお。オーマイガー。まあいいでしょう。今のは結果的にアウトですしね。オッケー。ピーマン出番はあるか。頼む。これ来たナイス。ツーアウトランナー一三塁、チャンスできましたね。十得点、十点目が入ればクリアだ。ここで打っていきましょう。ピーマン。ここで打たないといつ打つの、今でしょう。いつ打つの、今しかねえだろ。オーケー、行きましょう。カモン。あ、もう、見たくない。俺は、もうこの現実に目を背けるの。俺もう現実見たくないな。嘘。なんで？あれおかしいな。俺のビジョンによればライトスタンド入ってたんだけどな。思い描いてた未来ではライトスタンド一直線。やったー、嬉しいなって喜んでるはずなの。なぜ？なぜだ。あれ違うな、現実なんで。おーのー、ピーマンチャンスで打てずまた評価を下げるようなことをしてしまった。この試合ではいいところが全くなかった。あはは、やる気、やる気というやる気が、やる気というやる気がのー。
これではダメなんですよね。これではダメなんだ。お、代打としての順位が6位に上がった。なぜだ。はい、じゃあ今回これにて実況の方終了したいと思います。今回の実況ではね、まあ、開幕は良かったんですが、後の試合で打てず、まあ、今季、プロ初のスリーベース打つことができたんで、なかなか良かったんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次回ね、また5月の方、4月の方実況していきたいと思いますので、よかったらまた見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。